アルバイトチャンネルの佐々木です。アルバイトチャンネルの清水です。今回のテーマは大手カフェバイト徹底比較になります。はい、学生の憧れのバイトの一つでもあるカフェバイト、今回の動画では大手カフェチェーンを4つご紹介し、それぞれの違いについてお話ししていきます。ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルではアルバイトに特化した情報を発信しています。お見逃しないように今のうちにチャンネル登録と概要欄にある公式 LINE の追加をよろしくお願いします。お願いします。まず最初にご紹介するカフェはボトールです。一杯の美味しいコーヒーを通して人々に安らぎと活力を提供するをコンセプトとしたドトール。主な仕事はレジ、ドリンク、洗浄、フードになります。この4つが主な仕事ですが、暇な時間帯には店内の清掃も含まれます。ドトールでは仕事が完全にマニュアル化されています。レジの人、注文されたものを作る人で分かれており、流れ作業の末に注文した品が出てくる仕組みです。時給は店舗にもよりますが、平均時給は950円で、また研修期間の1ヶ月は50円時給が下がります。ただ早朝手当で時給を上げることが可能だったり、店舗によってはガソリンスタンドと併設していることから、現物取扱資格であるオツ種4類取得者はプラス30円程度時給がアップする店舗もあります。またコーヒーセミナーなども受けさせてもらえるそうなので、興味ある方はぜひチェックしてみてください。ちなみに今回は王道のスターバックス以外をご紹介しています。なるほど、スタバは今日はないですね。ないです。散々紹介してきましたもんね、はい、スタバはね。スタバ以外の大手のカフェバイトを紹介していますが、どうですか、ドトール。たまに行きますよ。あ、本当ですか。はい、まあ、ドトールなんかコンビニとかでも売ってて、そっちの方が多いかもしれないですけど、まあいいですよね、カフェのバイトかっこいいですもんね。そうですね。なんかしかもあんまりなんか汚れ仕事というか、嫌な仕事もあんまり少なそうなんで、多分学生とかには結構人気な仕事なんじゃないですかね。そうですね。続いてご紹介するカフェはベローチェです。イタリア語で迅速という意味のベローチェ。店内の商品を素早く提供することをモットーにしています。主な仕事内容はお客様の接客、レジ打ち、ドリンクの調理、サンドイッチの製造、店内の清掃、フロアでのお客様の案内になります。接客と調理は分かれていないため、一人で全ての仕事ができるようになる必要があります。平均時給は1000円前後です。都心部の店舗では1050円から1100円からスタートすることもあります。ベローチェには年に4回の昇給制度があります。できる仕事の内容に応じてランクが定められていて、ランクが上がることによって時給がアップするようになっています。口コミでは少人数で店舗を回すのがきつかったなどが見受けられました。しかしベローチェでは店内の商品を食事補助制度により3割引きで買えるそうです。長期で働きたい方は受けられる恩恵が大きいかと思うので、ぜひご検討してみてはいかがでしょうか。はい、ということでベローチェ行ったことあります？僕ないんですよね。ベローチェよくよく見るんですけど、横通ったりはねめちゃくちゃするんですよね。スタバ並みにするかもしれない。でもね入ったことなくて、でもなんか分園席とかがあるイメージですね。なんか外の看板見たことあるんですけど、分園でしっかり分かれてて、結構ドトールとかスタバとか吸えないところ多いじゃないですか。なんかそういった意味ではなんか昔ながらのカフェ使いみたいな感じができそうなんで、タバコ吸う人とかはいいかもしれないとか言って、禁煙のところばっかりだったらちょっとご情報なんですけど、そういうとこもあるんじゃないですか。どうなんですかね、今度行ってみようかな、一回、うん、ということで次にご紹介するカフェはエクセルシオールです。エクセルシオールは株式会社ドトールコーヒーが経営しているカフェです。本格的なコーヒーを出せるお店を作ろうとしてできたのがエクセルシオールカフェ。エクセルシオールとはイタリア語で上を目指すという意味なんだとか。仕事内容はレジ打ちとドリンク作成、ホールでの接客と洗い場を担当することです。バイトはまずホールを担当することが多く、次に洗い物をこなす仕事、レジを打ったり簡単なドリンクを作ったりできるようになります。他のカフェバイトと違うのはしっかりと新人研修をしてから業務スタートなので、未経験者でも安心ですね。時給は1000円が相場です。お客様の多い都心では時給が高めで、深夜でもやっている店舗であれば深夜手当がプラス 25% つきます。また昇給テストを受け合格すれば50円ずつ上がっていくという仕組みがあるそうなので、働けば働くほど時給を上げることができます。交通費は全額支給、そして食事補助や割引制度があり、
コーヒー好きには嬉しい休憩中にドリンクを飲めるファーストドリンクという制度がありますので、興味のある方はチェックしてみてください。コーヒー好きには良さそうですね。確かに、てか時給めっちゃ上がりますね。ね、50円ずつ上がるんですもんね。頑張りたいと思いますよね。はい、これ長く働いてたらめちゃくちゃ高くなるんです、うん、じゃないですか、時給。さすが上を目指すっていう店名だけあって、そうですね、時給も上を目指す、自分のスキルも上を目指そうと、はい、社風に合ってます。そうですね。そして最後にご紹介するカフェはサンマルクです。サンマルクカフェは岡山県に本社を置くサンマルク社が運営するコーヒーチェーンです。店内で作る焼きたてのパンが好評で、特に人気の定番商品チョコクロはメディアにも多く取り上げられています。サンマルクカフェの業務内容は、ウォッシャー、ドリンカー、キャッシャー、スナッカー、ベーカリーの5つに分かれており、ホール業務はありません。ただ、担当を割り出されているわけではなく、兼務することがほとんどです。時給は平均1200円で、22時以降は時給 25% アップします。また、6時から9時は早朝手当が100円つきます。また、研修期間の終了時や昇給の際は検定が行われ、マニュアルに沿って仕事ができているか本部の方が確認し、合格すると時給がアップします。口コミでは慣れると単純作業なので比較的楽という意見が多かったです。交通費は月1万5000円まで支給されます。賄いとして店内の商品を社員割引で食べることができます。割引率は店舗によって異なりますが 20% オフの店舗が多いようです。サンマルクカフェバイトの特徴はホール業務がない点と検定制度にあります。ホール業務が苦手な方はぜひチェックしてみてください。はい、ということでサンマルクカフェですが、待遇一番良かったんじゃないですか。めちゃめちゃいいですね。聞いた中でね、時給高いですね、1200円、深夜が25%、1500円ってことですか。うん、めちゃくちゃ高い。高いですよね。交通費も出ますしね、あとシャワリ、シャワリもありますし、2割引き、うん、待遇だけで言ったらダントツじゃないですか。結構いいですね。でもスタバより高いんじゃないですか。そうですね、なんかチョコクロ美味しいですし。あ、行ったことあるんですか。行ったことあります。よく行きます、チョコクロ好きで。チョコクロワさん、はい、美味しいですよ。今度じゃあ食べてください。お土産持ってきてください。あ、私がはい、ということで皆さん、大手カフェバイト興味があるものは見つかりましたでしょうか。よかったらぜひチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。またねー。